なんでてこ大津彩香さんが逮捕されたらすぐ死んでしまうん？答えてよ弟子、答えてよ弟子。なんでてこ大津彩香さんが逮捕されたらすぐ死んでしまうん？なんだっけ、ホタルの墓やでこれは。うん、知ってますよ。なんだったっけと思ってその時の答え。いや俺知らんねん、俺その時のセータの答えがどんなのか知らんねん。俺はホタルの墓を一回も見たことがないので。いや、デジもさあれ見れないです。もう暗い気持ちになるの分かりきってから。俺もう見たこともなんかこんなもん見れへんわ思って。俺一回も見たことないね俺ホタルの墓。見たことはあるんですけど一回見て、ああもう無理だなと思ってるから。もうその時、そのほら時期がもうすぐその時期じゃないですか。そうやな、その時期になると憂鬱になる。勤労でやるもんな。まあ最近はやらへんのかもしれんけどさ、昔は絶対やってたもんな。毎年8月15日前後になったら勤労でやってたよね。まあそれはええねんけど、なんでてこ大津彩香さんが逮捕されたらすぐ死んでしまう。ポイントが使えなくなるから。あ、それか。なるほどな。せっかく貯めたポイントが無駄になるからか、っていうのもさ、どういうことか言うたらな、配信やってるやんか。はい。まあほぼ毎日別室で、で別室でやらへんときは、本チャンネルで毎週1回やってるやん。そこにさ、たびたびテコがやってくるの。パターン青、テコです。ディン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 でテコ襲来がたびたび起こってんだけどな。みんななテコ襲来してきて、みんな同じこと言うね。ある共通、まあいろいろなテコがいるとしているんやけど、ある一個の共通したことはみんな言うね。それだけは共通してんねん。 何か言ったら、うつやかたんは逮捕なんかされないよ。みんなこれを言うのよ。だってさ、4150ポイントでしたっけ。4150ポイントはそうやな。溜まってるのがさ、いきなり使えなくなったら師匠だって、あの別ポイントでね、師匠も貯めてたポイントがさ、4150ポイントいきなり明日から使えませんってなったらさ、ちょっと嫌じゃない。嫌やな。その感じかもしれないな。あとでしょ、それが理由か。そこは思い至らへんだけどさ、まあでもそれはええとして、それは理由なのは分かんねん。ポイントが使う、彩香さんが逮捕されてしまったポイントが使えへんくなるっていうのは分かんねんけどさ、別にさそれをさわざわざさ、うちなりさ他のチャンネルにも行ってんのかもしれんけどさ、うちのチャンネルに配信にわざわざ来てな、彩香さんは逮捕されないよって言って、何になるの。自分に師匠、自分にそうやって言い聞かせたいんですよ。そう思いたいんやろうな。思いたいのは思いたいで思っとけばいいやんけ。別にわざわざうち来てさ、なんか昨日なんてさ、もう終わるでいう時にさ、まだ途中なんかもう始まって30分ぐらいの時にさ、来るんやったらまださ、いいのにさ、一通り1時間半喋って、なんかそれなりに盛り上がって、まあ今日はなんかまあなんかおもろかったなみたいな感じで終わろっかなとした時にさ、パターン青テコです、ドゥン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 、もう終わりや、終わりに来んなやとか言ったらさ、なんかそうやって逃げんのかとか言われたりしたって、もう終わろうかと思ってたのって、しゃあないから一応話聞いたろうと思ってさ、てこは寂しいからさ話聞いてほしいんやろな、自分のな。それで来るのか。それで、あとその終わりがけに来たのはさ、ほら最初の方とかで来るとさ、その間ずっと師匠から言われるじゃない。ああそうやな、もうだずっと、あそっか、俺にずっと、もう下手したら例えばさ、大体1時間半を目安にやってから別室の場合は、で本チャンネルの場合は2時間やってるから、あれやわな、その別室の場合やったとしてさ、最初のまあ10分で来てしもたらさ、あと1時間20分ドロンチョに言われ続ける可能性性があるもんな。 そこまでのメンタルはないんだって。ないんか。だからもう終わりやで言った時に来んのか。なるほどな。こうやって分析してみたら分かってくんな。だと思う。おー、そっかさ。だからわざとか、昨日なんかほんま終わるで言った時に来たのはさ、
見計らってたんやな。もう終わるかな終わるかな終わるかな、あ終わるって言いよった。ほんな今やったらちょっとそんなボロンチョに言われんのもそんな10分かそこらで済むかなみたいな感じで、あなるほどな。なんかたまたま終わりがけに来よったんかなと思ったけど、わざとだよな。わざとです。当たり前やな。結構そんな根性ないもんな。1時間20分もボロンチョに言われる覚悟なんてないもんな。うん、でもしそんなんやったら途中で逃げていくもんな、どうせ。そう。で、逃げたらさ、逃げたって言われるのも嫌だから。うん。で、だから、そうもう、終わりがけに来んなやとか言ってる。はいはいみたいな感じで言いやがってさ、何がはいはいやねんとか思って、見計らってきたくせに何とぼけてんの、クソクソデコがっつって、そういうことか。そう、まあ、それぐらいで多分終わるんですよ。まあもういいかな、みたいな。うん、今度って、まあ、今度は早く来いよって。みんなもさ、だからその、うん、そのまともな視聴者さんもな、うん、もう行く、もう、もう終わる、終わりか、もう終わりって言ってから来てさ、しばらくまあ10分かそれぐらいやってさ、うんうん、ほんで、こっちは質問してんのに、うん、で、そのテコは何言ったかって言ったら、うん、で、大津彩香さんは逮捕されないよとか言うからさ、うん。おお、そうなんつって、うん、別にそれやったらそれでええんちゃうつって。だって、こっちとしては別に逮捕されへんかったら、されへんだで、もうまあ、ちょっと残念な気持ちはあるけどさ、面白くないからな。うん、まあ、逮捕された方がおもろいやんかい。いろいろ。おもろいから、逮捕された方がいいねんけど、でも逮捕されてしまったら止まるからな。卵海がな。卵収穫が止まってしまうからさ。まあまあ、でも逮捕されたら絵面としてはめっちゃおもろいやんか。うん。だからそれはあるにしてもさ、逮捕されへんだらされへんだで。あそうなんやって済むことじゃない、うん、それやねんさ、で逮捕されなかったら土下座しろよとか言う、顔出しで土下座してなとか言って、まあ、正しく言っとくわ一応、うん、なんか言葉尻が違うとかいうバカが、言葉尻が違うとかいうバカやったからさ、なんか正確に言っとくわ、顔俺に顔出しして、うん、土下座してなとか言ってきよっからさ、うん、せえへんでそんなのえなんでせなあかんのって、うん、そもそも、うん、仮に大津さんに、まあ、逮捕されへんだとして、うん、仮に大津さんに私逮捕されませんでしたけど八角部屋さん顔出しで土下座してくれませんかって言われるのはまあ分かるやんけ、うん、まあ、するかどうかは置いといてよ俺が、うんうんうん、ひょっとしたらするかもしれんしせえへんかもしれんし、うんうん、ただそのテコに言われる筋合いはなくねって思ってた、うん、そうやろ、うん、だからな、テコさんって、テコさん、まあ、名前は出さへん、名前出したら喜ぶと思うから出さへんけどな、うん、テコさん、なんであなたにその土下座 してなって言われる筋合いがあるんですか、言ったら、なんか、話の論点ずらしのオンパレードな。ああ、この間あったね、うん。論点ずらしのオンパレードで、もうテコの上等手段、さ、筋合いを教えてくれって言ってんの、例えばさ、うん、付き合ってるとかな、うん、大津彩さんと、うん、どうせ付き合いたいけど付き合えへんっていう、まあ、悲しいジジテコなんやろうけどさ、相手にされへんジジテコなんやろうけどさ、まあ、テコを待ってるだけやからテコなんやけどな、うんうん、テコっていうのはテコを待ってるからテコなんやけど、うんうん、まあ、それはええねんけどさ、でそれジジテコなんで彼氏であっても俺言われる筋合いないと思ってるからな、別に、うんうんうん、別にお前彼氏なだけやろっつって、なんで言われなあかんねんって、仮に結婚してる旦那やったとしても言われる筋合いないと思ってるし、仮にいわゆる大津パパにすら言われる筋合いないと思ってるんで、うん、言われる筋合いがあるのは本人だけやと思ってるんだよ、土下座しろっていう、うん、言われ筋合いやで、やるかどうかは別問題で、うんうん、筋合いの話してんだからな、それを言ってもねんけ、ね、なんかお前が言い出したんだろうかと、いや別にお前が言い出したもクソ、お前がここに勝手に乗り込んできて、なんかそんなしょうもない土下座とか言い出してんやろかとか言ってもねんけ、はいはいみたいな感じではぐらかすわけ、うん、実はまあそうなんやけどさ、何がそんなに逮捕されんちゃうかって言ってるのをそんな言い上がってんのかが全然分からへんねんけどな、言い聞かせてる、なんかさ、そういうことなんか。てか、だから さ、冒頭に言ったようにさ、うん、大津彩香さんが逮捕されたら死んでしまう呪いにかかってんのかな、思って、てこって、みんな、だから、あの、無惨様が死んじゃったら鬼はみんな死んじゃうみたいな、そう、そんな感じでさ。かもしくはそんな呪いはかかってないねんけど、そんな呪いにかかってると思い込んでるとかさ、うん、あだからでもそれにしたってさ、ここ例えば八角部屋やったら八角部屋に乗り込んできて、うん、大津彩香さんは逮捕されない、
昨日来たテコ以外にもなんだか、うん、みんな大津英樹さんは逮捕されないって言うんやけどさ、うん、ここで言ったところで何なの？ポイントがたまるんだっていや、まあ、それは置いといて、ポイントは置いといてよ、その別に決めんの検察とか警察やのにさ、うん、何なの、言い聞かしたいの、うん、ね、心の中でさ師匠、うん、思ってるんですよねきっとね、うん、逮捕されるかもしれないって思ってるんですよね、思ってるから来てここで文句言うの、うん、だって逮捕されへんと思って、うん、ほんまに心の底から思ってんやったらさ、そんなこと言うてるやつのところにさ来てさ、うん、逮捕されないなんて言う必要ないやんな、うんうん、で彼にさそのテコどものさ説得で大津彩香さんは逮捕されないって言ってるわけやん、うんうん、うん、あそっか、でめっちゃだから納得できる説明されたとしてよ、まあ、テコにそんな納得でさせることができる説明なんてできひんねんけどね、うん、誰一人そんな説明したことないからね、うん、でなんでそう、なんで逮捕されへんのって聞いたらなんかわけのわからんへりくつをな持ち出して言ってるだけなんやけどね、うんうん、だからなんで逮捕されへんのって聞きたいんだけどさ、ほんでなんかんで仮に説得されたとするやんけ、うんうん、俺とかその場にいた視聴者さんがよ、まあ、弟子がいたとして、弟子がよ、うん、ああそっか、だったら逮捕されないねって納得したとして、だからなのだからなんなのそれでも逮捕されるときはされるんじゃないのだって決めんの、決め、まあ警察が決めんのかな、逮捕するかどうか、逮捕するかどうかは警察が決めんのか、うんうんうん、警察が決めんじゃないの、なんでそこで俺らがあ大津彩香さんはやっぱり逮捕されないって思ったところで何になるの、本当に意味がわからないんですけど、テコはだからテコの動きってテコの行動って謎ですねっていうことと、うん、最後にはっきり申し上げますと、はい、気持ち悪い以上です、はい、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。